e 9 5号線は、欧州自動車道路の A クラス幹線道路。ポルトガルのリスボンから、トルコイラク国境まで東西に続いている。e 9 5号線は、ポルトガル、スペイン、イタリア、ギリシャ、トルコを経由し、途中で4回フェリーを利用する。ポルトガル国内の e 9 5号線の路線はおおよそ2 1 6トルで、ある。ポルトガル中部を経由する。スペイン、 サラゴサ近郊スペイン国内の e 9 5号線の路線はおおよそ 998km である。スペイン中部を経由する。バルセロナの次は地中海を挟んでシチリア島の松原、デルバンロであるが直通のフェリーは出ていない。松原に向かうにはジェノバとパレルモでフェリーを乗り継ぐ。スペイン国内の e 9 5号線の路線はおおよそ 900km である。シチリア島と イタリア南部を経由する。なお、シチリア島内では、欧州自動車道路の標識が必ずしも表示されていない。稀に、アウトストラーダの番号が地域道、地方道、国道からの入り口に表示されているだけの場合があり、欧州自動車道は扱いがとても低く、このような例はかなり珍しい。シチリア島の住人やマスメディアは、 アウトストラーダの番号で扱っており、欧州自動車道の番号が使われないこともある。メッツオキキコス近郊の橋ギリシャ国内の E90 号線の路線はおおよそ 670km である。ギリシャ北部を経由しており、エグナティア街道という名前でも知られる。ありがとうございます。